綾子をね。遥かの綾子も。それでも。おじさん。俺。遥かの子。でも。遥かはそうしたら。わかったよ。おじさん。豆も。豆。よし。遥かを。遥かの子。そうだと。はるかね、俺。そうか。まったく。おじさん、俺たちはるか。ああ。はるかをね。そうだな。まずは、カムロ町にいる知り合いを当たってみる。知り合い？ああ。あいつならすぐに電話。お客様が番号をお確かめになって。おじさん。いや。え？電話がダメな。でもそれじゃ。そろそろ晩ご飯。ううん、それに。そうか。あのね、おじさん、おじさんがはるかを。そんなだから。うん。あのさ、3年朝顔の。そう。もしかして俺が気づ。おじさんはわ。でも。ああ、さっきね、はるかお姉ちゃんに関する SNS とか。そうか、はるかについ。もしかしたら。じゃあ。すまないな。じゃあ今度かい。こっちもいろいろ。よく言う。カムロ町に。秋山とあまり長い。はるかおね。わかってる。うん。それから今度は。そうか、豆もいたな。またお前たちのその笑顔を見せてくれ。じゃあな。またこの町に帰ってきちまったか。
おい、ちょっとそこのお前。やっぱり桐生か。伊達さん。いえ、なんだよお前、いつ無所から出てきた。まあついこの間だ。たく、お前が出所する日はな、誰からも連絡が来やしねえ。ああ、でもよかったぜ。ん？まっとうに。そう、長かったな。しかし沖縄にはもう、伊達さんは殺しがあった。カムロ町じゃ中国も。ああ、去年、ああ、その火事が焼けたな。で、そいつらとされてき、真島と。何？知らなかったのか。大吾が使う本家の相談。面識は、ね、ああ、そうか。いや、そのためにさ、遥はどうして。秋山のことをもっと言うと、遥か、遥かは、俺も沖縄で。それで秋山、はあ、んしばらく聞いた話じゃ。何？すまんが、そろそろ、ああ、一応言っとく。なるべくな。わかった。ああ久しぶりだな、ママ。もう、びっくりさせない。ってことは、いや、あら、そうなの？それより、そうなの、本当に、桐生さんも気を。ああ、そうだ。何かしら？秋山。ああ、少し前、変な事件。そうか。この辺りで、え？ずいぶん前、理由はいる。そうなの、はるかちゃんと。そうか。でも、あと、ママ。それじゃ。そこのおっさん、お小遣いもらえないっすかね。しつけがなってねえな。早く財布置いてけや。
時間食っちまった。まさか昨日アジア街で飲んでたの？ええ、酔っ払ってわけなくない。すいません、まだ味…あれ？もしかして桐生さん？久しぶりだな。本当にお久しぶりです、桐生さん。マスター…聞きたいこと…遥かをこの辺りで…あれ？ああ、そうです。でも…すまないな。ええ、あいつと俺、そういえば、そうか、ただ、その噂を、そうか。ここまで乗り込んできたあなた方の勇気は認めます。でも途上界のヤクザがアジア街で偉そうな態度は良くない。エドさん、信用できねえのは分かるが、今日は戦争しに来たわけじゃねえ。あんたがそっちのボスに直接口を聞ける幹部だと見込んでよ。俺らも命がけで話し合いに来た。話し合いなら、その懐の銃は必要ないのでは？ここはあんたら中国マフィアの本拠地だからな。あくまでご信用だ。お互いにフェアで行こうや。あなた方途上界の言い分は聞かなくても分かっています。我々マフィアにアジア界で閉じこもっているとでも言うのでしょう。ああ、その代わり今度こそアジア街はあんたらの島だと認める。ボスにはこう伝えてくれ。今後アジア街以外の場所で中国人マフィアが姿を見せたら、うちは容赦なくやらせてもらうとな。ふん、それじゃあ今までは手加減をしてくれていたのですか？ああ、そういうことだ。うちのボスの返事はもう私に託されています。ただ私は日本語下手なので、うまく伝わるか心配でね。まさか、うちの若いもんよりよっぽどうまい日本語だ。そうですか。でもやはりあなたの口からそちらのボスへ、これから起きることをそのままお伝えください。ああ、おい、何する気だ？撃つ気ならさっさと撃たないとね。これが最妖怪ボスからの答えです。
中国人が二人もやりやがって、殺してやれ。あいつらが中国マフィアってわけか。お前何見てる？いや別に。気に食わない顔だ。ずいぶん手が早いな。俺が何したってんだ。話せ。